ご存知橋本でございますということで、皆さんいつもフォーカラーズご覧になっていただきありがとうございます。あざーすということで、ですね、今回ですね、まあ次いつやるかとかって決めてないんですけども、ずーっとちょっと自分がやりたかった、でもちょっと編集めんどくさそうだなと思ってやらなかったっていうちょっと企画をね、やってみたいなと思っております。まあ牛なんですけどね。で、まあ今回ね、やるっていうものが橋本種牛名鑑ということで、繁殖用、それからその種付け用、種付け用っていうか、まあその出荷用の種付けの種牛、橋本がね、独断と偏見で選んだ、良くも悪くも印象のある種牛たちをちょっと、まあ毎回2頭ずつぐらい選んで、話そうかっていう、橋本種牛名鑑っていうものをやろうかなと思って、おります。まあね、多分このダベリだけなんで、編集自体のテンションが上がらないんで、今までねちょっと尻込みしてたところなんですけども、まあね、今本当に皆さん畜産で苦慮をされている中で、まあなんかね勇気づけられるようなことがあればいいかなと思って、まあねちょっと話題をねそらして、そういえばこんなこともあったなとか、こういうこの牛いたわっていうようなのをチョイスしながら、もそれからねやっぱもう今メインで第一線で活躍している種牛の橋本の印象っていうものを、まあ、やっていこうかなと思っております。で、初回の1回目なんですけども、まあ、出荷用種付け用のちょっと種牛2頭を選抜してみました。で、今度やる場合は今度繁殖保留用ですね、の種牛を、まあ、2頭ほど選出してやろうかなと思っておったわけなんですけども、まあ、今回ね、その AI で、使ってきた種牛ということで2頭ちょっと選んでみましたんで、早速やってみましょう。で、栄えあるね、まず1頭目本当ね、堂々たる1頭目なんですけども、まあ大体平成20年から私牛飼いの方、繁殖和牛の方をやり始めまして、その時にね、こぞってほとんどこれしかつけてなかったっていう種牛なんですよ。はい、それがですね、北海道ジェネティクスさん、ジェネティクス北海道さんの北平安うわーっていう多分人いるよね、多分ね、あ、北平安一発目来るっていうところなんですけども、本当ね、やり始めた時の、まあ、うちのこの繁殖形態の礎を、まあ、作ってくれた種牛ではないかと思っております。っていうのもやっぱ北平安、まあ、その時ね結構宮城県だと重弘が出るか出ないかぐらいでしたし、まあその時第一花国、南の方に行けば、平重晴れ、それから、忠富士なんていうね、あとはまあ百合重勝忠っていうのも出てきてたんだっけかな、その時かな。まあ結構ね、そういう牛たちはいたんですけども、まあやはり最初の経営スタート時でありましたんで、まあ資金だったりそういう種をね買えるルートっていうのもなかなかなくて、じゃあ何普通に買えるかなとなった時にこの北平安っていうのを、まあ、こぞって、つけてました。で、まず北平安のこの血統構成なんですけども、安平、それから、菊テルドイですね、菊テルドイのこの並びになっておりまして、ガッチガチやね
ね、いやいい、いかんせんどんなちっちゃいのが生まれるのかと 思うぐらいの、まあね、あれなんですけども、実際安平がこう絡んでることによって牛自体も多分うるせえのかなとかこう思ったりもしてたんですけども、実際ね生まれてきた三種を見ますと、驚くほど、多分皆さんも育てた方、つけた方ことある方は分かると思うんですけど、伸びのある牛だなっていうのが第一印象ですね。本当に中区から甲区まで、前区から中区、まあ甲区ってこの以降の特に中区の伸びがスラーっとしてて、でまあこうボテッとなる牛ではないなっていうやっぱ印象はあったんですよね。でまあそこの中でもやはりスラッと上に伸びてきて、で長さも出てくれる牛だなと思ってて、まあ、結構子牛でバン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 出荷させてもらったんですよ。でその際に、まあそれがまあ約2年後ね、肉になった時にどんどん結果がいい方向に出てくれて、本当にそこでお客さん、今もね、お付き合いのあるお客さんとの何ていうんですかね、信頼関係っていうのも構築できましたし、やはり本当にいい牛だったな。まあどのぐらいの成績かって言ったら、多分北平安全般で言ったら平均で多分うちで出したハーフ牛抜きにすれば、まあ10番ぐらいは普通に平均で出てたんじゃないかなと。中では結構化けるので12番とかと結構ありましたし、まあ枝樹もね、そんなにやっぱ取ってくれてたんで、やはり、すごい、いい牛だったのかなって自分の中では思ってますね。で、まあ今だと後継牛としては、まあ、自分の知ってる中だと十勝人工授精所さんの勝平一っていうのがね今いますけども、ね勝平一もね出た時すぐねつけたんですよ。わー、北平安やっとなんか名の売れたの来たなと思ってつけたんですよ。でそれつけたら案の定それも12番取ってくれましたし、やはりここに来ても能力のあった牛なんだなということで、本当にね本当初期死ぬほどつけてました、勝平じゃなくて、北平安。そこの中でこう1頭目にね、絶対このシリーズをやるんだったら1頭目はこいつだってもう決まってた、ため牛でございました。ということで1頭目は北平安で、北海道ジェネティクス北海道さんの北平安です。では2頭目、今回もね2頭目、ということで、今回その、まあ、北平安と来て、まあ、そこの世代で、まあ、こぞって、まあ、大体自分が経営始めた時だったんで、平成20年から、まあ、長くて24年ぐらいまでつけてたのかな、23年ぐらいで終わってたのかな、中で、本当に自分が惚れ込んだ牛、まあ、結果、その価格、子牛価格はとやかく本当に自分の中で繁殖業をこうやってて、あ、こんな手かかんねえ牛ってやっぱいるんだけ、改良の力ってすげえんだなって思ったのが、はい、羽田人工授精所さんの鷹の国でございます。はい、2頭目鷹の国でございます。まあ結構多分ねうちかなり長く鷹の国出してたんで、まあ、ちょっと北平安との世代って若干かぶんなかったり、逆に北平安終わってから次のあれっていうことで鷹の国をずっとつけてました。で本当にこの牛ね手かかんないし、牛自体がこう真四角、縦も横も後ろも前も真四角になる牛が本当に生産できたなと思っております。でやっぱそれっていうのは結局にお肉になった時にね、整うんですよ。整うっていうか、まあやっぱその綺麗にやっぱ肉になってくれて、
もちろん脂肪の乗りも脂肪小雑もそうですけども、やはりそのぶどまり、それから肉としてのその綺麗さっていうのも兼ね揃えた牛ではないのかなと思っておりました。で、本当ね、鷹の国に関しましては受精卵でも結構使いましたし、生産しましたし、自分の中で、迷ったら鷹の国っていうことで、まあその鷹の国をつけられる牛っていうのがたくさんいたっていうのももちろんありますけど、あの迷ったら鷹の国だなということで、まあ宮城県で値段はね、中の上ぐらいだったんですよ。思いっきり高ぶれはしなかったんですよ。でもそこの中でやっぱ自分つけてて、で成績も決して必ず12番を連チャンするっていうわけではない牛だなって自分の中で思ってて、でかといって逆にその下を叩かない牛、枝の成績の下を絶対叩かない牛っていうことで、本当に10番ライン9番ラインっていう脂肪小雑ラインをキープしてくれて、なおかつ枝は必ず500取ってくれるっていうような、英語のまあ10番9番あたりでこう止まる牛だなっていう印象はありました。でこれ実際もう鷹の国は今ほとんど出ないからあれだったんですけども、まあ実際宮城県で安かったんですよ。ただ肥育屋さんのその話では、あれは売るときめちゃくちゃいいから俺らは超儲けたっていう話で、やっぱそれだけね、その肥育だったりそういうのをもう力を持ってた牛だったんだなと思いますし、あとはね、実際うちの繁殖牛として保留牛としてなんとかね、鷹の国の方残ってるんですよ。まあ値段がつかなかったとか、あと戻ってきたとか、戻ってきたっていうのはまあ近くの農家さんから買い戻したっていう話だったりもするんだけども、そういうのもありまして、まあやっぱ鷹の国ね、本当に自分の中では子牛のこの育ち方、自分が出荷するまでの育ち方の中では理想形に近い牛が簡単に生産できる種牛ではないかなと思いました。はい、ということで今回ですね、まあ今回シリーズとして始めようと思っているこの橋本種牛メーカーなんでございますが、まあ今回ね、ジェネティクス北海道さんの北平安、それから羽田、人工授精所さんの鷹の国ということで、このね2つ、自分の中で本当にね最初始めた段階で、本当に印象の残る種牛でしたんで今回取り上げてみました。で、次回はですね、ちょっと繁殖保留牛ということで、保留牛の頭のケットですねの種牛の取り上げていこうかなと思っております。はい、ということで、いや今回ね本当に専属的にこうダベリだけなんで、まあちょっといささかちょっとね、そうだなそうじゃねえなっていう、好きだなこういうの好きだな好きじゃねえなっていうのは分かれると思うんですけども、ぜひですね、こう酒飲みながら、そういえばそういうのいたなとか、あうちでもつけてたなみたいな感じで聞いていただければよかったのかなと思っております。今後もですね、種牛の方やってまいります。ただこれはですね、あくまで自分が育てたことあったり、あとは自分が印象に残ってるなんで、次これやってくださいっていうのはちょっとごめんなさい、ご遠慮いただければと思っておりますんで、ぜひ今度も見てやってください。ということで今回はですね、橋本種牛名鑑ということでやってまいりましょうということで、第1弾目北平安、それから鷹の国ということで取り上げました。最後までご視聴誠にありがとうございました。